イツの南の外れ、白雪をいただくアルプスの峰に深く抱かれて、遥かにザルツブルグの町を望むこの景勝地に、ワシノスと名付けた司令部を設け、世界支配を夢見た一人の男がいた。だがその壮大な夢は悪夢となって果てた。男の誇りの象徴だった都は廃墟と化し、男が千年の栄華を熱っぽく語った日の面影はどこにもない。そして彼の民は生きる術を求めて瓦礫の中をさまよった。ドイツ皇帝の誇りだった軍隊の五丁から身を起こして、ついにはドイツの呪うべき独裁者となったアドルフ・ヒトラーである。ヒトラーはひたすら権力を求め、権力者になりたいという望みを隠したことはなかった。彼は国民に栄光と名誉をもたらすのは自分の使命だと訴え、国民は喜んで彼を受け入れた。彼はドイツ人の民族的純粋さを尊び、その子供たちに彼の世界をそっくり譲り渡そうと考えていた。アメリカの代表的な新聞ニューヨークタイムズの特派員としてベルリンに滞在していたドリュー・ミドルトン氏は、ヒトラーの台頭を目の当たりに見ていた。私はヒトラーを頭から残忍だとは思えないのです。彼の性質をわきまえていればジョークを言い合うこともできるし、温かそうに見える一面も持っていました。もちろん氷のような冷たさもあって、平然とユダヤ人の虐殺命令を下している。しかし邪魔だと思うものを容赦なく取り除く冷酷さは、大概の絶対権力者に見られる特質で、彼だけが際立って残忍とは決めつけられないと思うのです。彼は権力者というものを次のように見ている。権力者はその精神力、情熱、知性を遺憾なく発揮することによって、彼の時代とその人々に決定的な影響を及ぼすものなのです。ヒトラーはドイツの力がドイツを正当化する、力が正義を作ると信じたんです。ヒトラーの言うドイツの力とは、帝国ドイツの誇りだった無敵の陸軍である。1914年に第一次大戦が始まった時、ヨーロッパ大陸にドイツ皇帝の動きを阻むものは何もないと言われた。画家を志して目の出る当てもないままウィーンにいたヒトラーは、このドイツ軍に志願兵として入隊し、その勇敢さによって鉄十字章を受け、伍長に昇進した。だが補給路を断たれたドイツ軍は次第に衰弱し、戦意を失っていった。しかも国内では民族主義者と革命論者が激しく対立、労働者のストライキが続いて、ドイツは惨めな敗北を喫することになる。敗北の原因、ドイツの2つの最大の敵、マルキシズムとユダヤ人を打倒せよ、29歳のヒトラーは叫び始めた。終戦の1年前、モスクワではレーニンがソビエト政権を打ち立てていた。ドイツの共産主義者も世界革命を叫んで蜂起したが、ドイツ至上主義を唱える民族主義者と各地で衝突を起こした。殺伐としたドイツでは皇帝が祖国を去り、代わってワイマール共和国が登場したが、1919年6月には屈辱的なベルサイユ条約を受け入れざるを得ず、ドイツ人の心を和ませることはできなかった。1923年11月ヒトラーはミュンヘンで革命を企てたが、警察と軍を味方につけ損ねて、短い銃撃戦だけであえなく屈した。この失敗からヒトラーは、権力は合法的手段によって勝ち得なければならないと悟る。彼が独房の中で書き始めたマインカンプ、我が闘争は、ナチが権力の座へ向かう道筋を示した固い決意と予言の書であった。当時我が闘争は大げさで仰々しいと真面目に顧みられなかったが、ここにはヒトラーのこの後の行動や政治信念の基本線がはっきりと描かれている。彼は記している。人々は指導者を持たねばならず、その指導者は民族の純粋さを守り、ドイツの偉大さを回復するためにためらわず権力を行使する意思を持たねばならない。ヒトラーの群衆心理への理解には天才的なひらめきさえある。彼は記している。人々が自分たちの英雄に要求するものは力であり暴力でさえある。群衆は支配され抑圧され、支配者を恐れることを望む。
マインカンプにヒトラーはこうも記している。ドイツ民族のために彼らが占める資格を有する土地をこの地球上に確保しなければならない。そしてその生活空間を確保するためにゲルマン民族は今こそ目を東の土地、つまり東ヨーロッパとソビエトロシアに向けるべきだ。いつの頃からかヒトラーはユダヤ人への憎しみをたぎらせていた。青春時代を過ごしたウィーンはユダヤ嫌いの気風が濃かったし、ヨーロッパのほとんどの都市にユダヤ人街を作って独特の結束ぶりを見せ、しかも経済の基礎をしっかりと握っていたユダヤ人は1929年の経済大恐慌の後は底知れない不況の仕掛け人という濡れ衣を着せられた。ヒトラーはユダヤ人をドイツ全てのスケープゴートに仕立て上げた。マルクスはユダヤ系ドイツ人ですし、当時トロツキーをはじめユダヤ人のコミュニストはたくさんいました。ヒトラーは共産主義者への恐怖感を積極的にユダヤ人への偏見と結びつけ、反ユダヤ感情を煽ったのです。ユダヤ人迫害によってナチ党員の存在は強烈に印象付けられました。ヒトラーは言っています。マルキシズムとユダヤ主義、屍を踏み越えてそれらと戦え。だがヒトラー自身は直接ユダヤ人迫害に手を下しはせず、ひたすら合法的手段で権力の座につくことを狙っていた。やっと復興してきたドイツ経済が大恐慌で痛めつけられ、国民が不安に駆られて強い指導者を求めているこの時期こそ、またとない大躍進のチャンスだとヒトラーは見て取った。彼は保守派には秩序を、失業者には仕事を、経営者には共産主義からの保護を、そして過激派には新しい社会を約束した。精力的なキャンペーンは功を奏した。1930年9月の総選挙で国家社会主義党、すなわちナチスは、それまでの12議席から一挙に107議席と驚異的な伸びを見せて、ドイツ第二の政党にのし上がった。ナチスは有力な政党と肩を並べる国民運動となったのである。ついで1932年7月の総選挙でナチスはドイツの第一党となる。ヒトラーは自分を首相にするよう大統領に強く働きかけた。1933年1月ヒトラーはついに望み通り合法的にドイツの首相に就任した。権力を得ようという強い意志が彼をトップの座にまで押し上げたのである。時にヒトラー43歳であった。ヒトラーの支持者たちはその夜、壮麗な松明行列で新首相の誕生を祝い、彼が闇の中の光となることを望んだ。しかし彼は底知れない闇の帝王であった。その闇に最初に飲まれるのは、長年ヒトラーに忠誠を尽くし、この日まで彼を盛り立ててきたナチスの突撃隊だった。ヒトラーはドイツ国軍の信任を勝ち取るためにやむなく突撃隊を切り捨て、代わりに総統の椅子を売るのである。1934年8月ヒトラーは総統に就任し、民主的なワイマール共和国は死んだ。ヒトラーはその権力によってヒトラー流の正義、ヒトラー流の秩序をドイツにもたらし始める。彼は目的のためにいかなる犠牲も厭わなかった。国家権力を握ったヒトラーは大規模な宣伝活動を開始した。ヒトラー自身天才的なアジテーターで、ドイツ国民が何を見たがり何を聞きたがっているかを直感的に悟ることができた。政治思想を超えたドイツ人としての共感と支持を取り付けるために、ヒトラーは大規模な儀式や祭典を行って、国民の記憶の底からドイツのかつての栄光を思い起こさせた。Meine Pflicht zu tun. In Liebe und Treue. ヒトラーはまた青少年の教育にも強い関心を寄せて、大掛かりな教育制度の改革を行った。ドイツの青少年は10歳から14歳までの子どもたちを養成するユングフォルクでの訓練が終わると、憧れのヒトラーユーゲントに加わることができ、血と名誉という言葉を刻んだ短剣を与えられるのだった。ナチスをチンピラ上がりの狂信的な連中と考えるのは正しくありません。
ヒトラーは最初の4年間に素晴らしい業績を上げて国民生活を飛躍的に向上させた。だから国民も一つの民族、一つの国家、一人の指導者というスローガンに共鳴したのでしょう。Ich habe die eine Sorge lehren, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen.しかし何といっても彼の人気はこの巧みな話し方によるところが大きいでしょう。手の使い方まで習ったほど演説の仕方を徹底的に研究したこともあるでしょうが、でも人を酔わせるあの雄弁さはやはり天性のものでしょう。彼は多くの場合ごく静かに話し始め、主題に入ると音程とピッチをぐんぐん上げていった。ワグナーが好きというだけあって、その音楽的な構成は壮大で効果的だった。マイクロフォンや照明の使い方にも彼は工夫を凝らした。大群衆は会場の熱気に飲まれて一層感動した。ドイツの誇りに熱っぽく呼びかけるヒトラーは、半ば神の化身としてドイツ国民と共にあった。日本経済を支えるビジネスマンが全日空で飛ぶと、ビュー、機内抽選でなんと10万名様にビジネスマンの必需品が当たる。ほんと、それ何？スチュワーデスエプロン。それがどうして必需品なの？現実から目を背けるなよ。どう？似合う？お聞きしてみたら。似合いますか？男は度胸、女は愛嬌、そしてあなたはお勉強。はい。 The Business by Anna。若さでぶつかれ、力の限り、今日の汗は明日への飛躍。乾いた喉にオロナミン C。 元気を出すオロナミン C。 オロナミン C は小さな巨人です。の一杯が美味しさの秘訣です。紅茶といえば、私はドイツ国民がヨーロッパ最強の民となることを希望する。ヒトラーは交差点で復讐という大事業に取り掛かった。当時ドイツはベルサイユ条約によって軍需生産量や軍隊の規模を厳しく制限されていた。ヒトラーが海軍と徴兵制度の復活を含めた大掛かりな軍備増強を命じた時には、軍内部にさえもフランスやイギリスの報復を恐れての慎重論が強かったんです。でもこのドイツの事実上の再軍備で工業界は活気にみなぎり、国民は大々的なデモンストレーションに感動して、国民意識は大いに高揚しました。一方的なドイツのやり方にヨーロッパの国々はショックを隠せなかった。しかし西側の民主主義国家は
ドイツに実力で制裁を与えれば戦争の危機を招くことになるとして強硬手段には出なかった。ヒトラーの読みが勝ったのである。ヒトラーはこの後着々と力を蓄えてドイツの生活空間の問題を解決する日に備えていった。1936年ヒトラーは第二の賭けに出た。第一次大戦後非武装地帯とされていたラインラントに2万5000の兵を進駐させたのだ。フランスとイギリスが本気で戦いを構えたらドイツはひねり潰されていたはずである。しかし両国はまたしても動こうとしなかった。軍部にはこの時も慎重論が出たが、ヒトラーはそれらの将校を直ちに左遷した。彼は自分の命ずるままに何の躊躇もなく動く人材だけを必要としていたのである。ヒトラーは側近に語った。人は英雄としてのみ神に仕えることができる。ラインラントの後はヒトラーの生まれたオーストリアであった。ここはドイツ語を母国語とし、ナチス勢力もかなり浸透していた。オーストリア合併はヒトラー流の合法的な手段で行われました。つまり国民投票でなんと 99% 以上の支持を受けてから政権を引き継いだのです。オーストリアがドイツに合併された日、彼は私にとって今が生涯の得意の絶頂であると漏らすのですが、今となっては実に暗示的な言葉に思えます。オーストリアの次はベルサイユ条約で生まれたチェコスロバキアだった。チェコのズデーテン地方にいる360万人のドイツ人が少数民族として迫害されているというヒトラーの主張に対して、1938年9月ミュンヘンで開かれた英仏独イタリア4カ国会談の結果、ズデーテン地方はドイツに割譲されることになった。しかしヒトラーはズデーテン地方だけでなくチェコスロバキア全土を占領した。イギリスのチェンバレン首相の融和政策、つまりドイツへの譲歩によって世界平和を守ろうとする外交姿勢をヒトラーはまんまと手玉に取っていた。だがイギリスの譲歩がもう限界に達していたこの時に、ヒトラーはやっと求めていたドイツの生活空間の入り口までやってきたに過ぎなかった。ヒトラーはまずスターリンと独ソ不可侵条約を結んで東ヨーロッパの線引きを取り決めてから、1939年9月1日ポーランドに襲いかかった。イギリスとフランスもついに腰を上げたが、ヒトラーを思いとどまらせるには時が遅すぎた。第二次大戦が始まった。ヒトラーは予言した。いずれが正しいかは運命が決定するだろう。ただ一つ確かなことがある。世界史上かつて二人の勝利者が存在した試しはない。それどころかしばしば敗者のみが存在した。ヒトラーは戦争を始める前には手早く決着をつけることを考えていたらしい。ドイツ軍の攻撃はまさにそのために編み出されたスピードと徹底した破壊を信条とするものだった。ブリッツクリーグ、ドイツの電撃戦の前にヨーロッパの国々は一つ一つ踏みしかれていった。ポーランド、ノルウェー、デンマーク、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、フランスの番が巡ってきた。しかしベルサイユ条約の枢軸国フランスは
あっさりとパリを明け渡して世界に衝撃を与えた。一方、イギリスの海外派遣軍を中心とした連合軍はダンケルクに追い詰められ、民間の日曜セーラーまで借り出してのなりふり構わぬ撤退作戦によって30数万人がイギリス海峡を渡った。ヨーロッパ大陸は完全にヒトラーの足元に屈したのであった。ヒトラーは心ゆくまで勝利を楽しんだ。そして1918年第一次大戦でドイツが降伏文書に調印させられた屈辱の食堂車を博物館の壁をぶち抜いてコンピエーニュ近くの森に運ばせ、かつてドイツが舐めたと同じ思いを同じ場所でフランスに味合わせたのである。宿敵フランスはドイツの力のもとに完全に屈し、イギリスは海の向こうの自分の国に引き上げた。つまりドイツはヨーロッパの覇者としてドイツこそ正義だと主張できる立場になったのです。ベルサイユ条約を葬ったヒトラーはまさに力で彼の正義を作ったのでした。復讐という西ヨーロッパでの大事業は完結した。ヒトラーはイギリスと海を挟んで共存していけると考え、しきりに講和を呼びかけていた。だがこの年に誕生したばかりのチャーチル内閣からは何の返事もなかった。イギリスとの戦いに気の利薄なヒトラーに対してドイツ軍はやる気満々だった。古代妄想家じみたゲーリングは自慢のドイツ空軍の実力をもってすればイギリス空軍を空から徹底的に叩き潰せると信じきっていた。ヒトラーは実は東ヨーロッパへの侵略準備をカモフラージュするためにこの作戦を進めていたのだが、イギリスとの決戦を主張する軍部や強硬派に次第に押し切られていく。1940年夏、イギリス本土への爆撃が始まった。だが予想に反してドイツ空軍はイギリス側をはるかに上回る損害を被った。イギリスの情報網とイギリス人気質がドイツを手こずらせたのである。ロンドンへの爆撃はベルリン空襲という律儀なお返しを受け、世にイギリスの戦いと呼ばれるイギリス本土防衛戦は膠着状態になった。絶えず警報が鳴り響き、地下鉄以外安全な場所がないと言われるロンドンの人々のしぶとさもさることながら、イギリスには落下傘で侵入してくる紳士諸君を温かく歓迎するだけの戦闘機がある。そして忘れている方もあるようだが、我々には海軍もあると国民に語りかけるチャーチルのしたたかさもヒトラーの理解を絶するものだった。ここにはドイツ流の正義とは違うイギリス流の正義がしっかり根を下ろしていたのだ。イギリスでの戦いで被った被害は当分埋めようもないほど大きかったが、国民はまだ戦争によってドイツがどれほど傷つき疲れているか考えようともせず、偉大な征服者ヒトラーに熱狂的な声援を送り盲目的に従っていた。そしてヒトラー自身、イギリスでの損失が何を意味するのか少しも悟らなかった。ヒトラーの目標は東のソ連にありました。どうしても気持ちはそちらに向く。それにイギリスでの損害は手痛くはあったでしょうが敗北ではありませんし、それを補ってあまりある派手な勝利も収めています。ヒトラーは権力を得てからは失敗から何かを学ぶということをしなくなった。厳然たる事実があっても過ちとは認めない。自分には失敗などないと信じてひたすら突き進んだのです。片時も休まずに前進する、それがヒトラー型の権力の姿でした。ナチスの宣伝工作もまた休むことを知らず、ヨーロッパ大陸の隅々にまで影響力を及ぼしていた。1940年の暮れにはソ連のモロトフ外相が独ソ不可侵条約を再確認するためにベルリンを訪問した。この条約はヒトラーの外交では最大の傑作でしょう。ベルサイユ条約を葬るまではソ連とことを起こせない、
それで時間稼ぎのために結んだんですが、いよいよソ連を侵略しようという時にヒトラーはさもこれは大事な条約だと言わんばかりにモロトフと大議論をして、やっと交渉にこぎつけるという大芝居を打ったのです。そして1941年6月22日ドイツはソ連に攻め込んだ。バルバロッサ作戦と名付けられたこの攻撃こそヒトラーが目指していたドイツの生存のための空間を求めての戦いであった。必要なものは力で奪え、力が正義を作る。優れたゲルマン民族の前にスラブ人などは立ちはだかる資格がない。共産主義者を撲滅せよ。我が闘争を貫くヒトラーの思想がこの戦いには全て集約されていた。ドイツ軍の軍事力とドイツ人の優秀さを信じきっていたヒトラーは4ヶ月以内、つまり冬将軍の到来前に勝利を収めると豪語した。そして彼は兵士たちに冬用の衣服を支給することさえ考えなかった。いつの間にか彼は現実を見極める目を失っていた。この頃ヒトラーはかなり健康を害していたが、ドイツ軍が彼以上に闇を衰えているとは思いもしなかった。ソ連に侵入した翌日、ヒトラーはベルリンを立って東プロイセンに新たに設けた総司令部狼の巣に移った。すでにギリシャとユーゴスラビアを制覇して南側の安全は確保している。ソビエト共産主義を粉砕し第三帝国千年の栄光を打ち立てる日はそう遠くない。大きな地図を広げてヒトラーは側近たちとそう語り合った。狼の巣にこもった彼はナポレオンやアレクサンダー大王をしのぐ大征服者としてドイツ国民の歓呼に応える自分の姿を3年半の間ひたすら空想し続けた。かつての人民大決起大会の興奮と熱気をヒトラーは快く思い出した。アインフォルク、一つの民族、アインライヒ、一つの国家、アインフューラー、一人の指導者と力強く叫んだ日々のことを。後に大統領になったアイゼンハワー将軍はこう言いました。前線の軍隊がいつでも戦い続けられるように必要な物資を補給し続ける人間さえいればどんなバカでも戦略家になれるのさ。ところがヒトラーは言ってみれば戦争音痴なんでしょうか、軍隊をよく知った優秀な参謀を起用しようとは考えもしませんでした。補給ルートの管理など二の次で、本来なら前線の指揮官が臨機応変に決断すべきことを総司令部から命令していたのです。ヒトラーの壮大な夢は彼の頭の中で空回りするうちにいつしか地獄の夢に変わっていったのだろうか。ドイツ軍の前線はすでに日ごと悪夢の色に塗り替えられつつあった。その手のひらにカップヌードル。ヘアスタイルがまとまりにくいのはパーマ、ヘアダイ、ブローなどで髪のタンパク成分が溶け出してしまったからです。こうなったらヘアスタイルは決まりません。ブローネヘアガードシステムは大切なタンパク質を補い守ります。潤いが戻った感じ、シャンプーだけでもわかるんです。ブローネで髪のタンパク質をガードし、しなやかなスタイリング。しばらくは手弱だな。この次は二人で平らなところへ行こうよ。1941年12月、真珠湾で日本はアメリカに襲いかかった。ヒトラーは事前にこの日本軍の奇襲作戦を知らされてはいなかったとする説が強い。しかし彼は日本への約束通りにアメリカへの宣戦布告を発表した。
アメリカへの宣戦布告はもう愚の骨頂でした。ヒトラーはアメリカが真珠湾でやられた大艦隊の修復に没頭すると読んだのでしょうが、アメリカがすでに準備を整えてチャンス待ちだったとは考えてなかったし、その底力も予測していませんでした。アメリカどころかソ連軍の反撃も予想をはるかに上回った手強いものだった。モスクワとレニングラードの手前で進路を阻まれて立ち往生したドイツ軍はひたすらに戦力を消耗するばかりであった。軍部はドイツ国境まで撤退することを提案したが、ヒトラーは自分の意志の力で勝ってみせると譲らなかった。軍事的な知識を持たないのにヒトラーは専門家が首を横に振るような作戦を命令した。戦況はスターリングラードで一変する。野戦司令官フリードリヒ・フォン・パウルスが率いる20万以上のドイツ最精鋭部隊はヒトラーの作戦に従っているうちに大掛かりな反撃に打って出たソ連軍に包囲されてしまったのだ。兵士たちが完全に戦意を喪失したのを見たパウルスはヒトラーの命令に背いて降伏した。この事件を契機にヒトラーは極端な人間不信に陥り、誇り高いドイツ将校たちに様々な罵声を浴びせるようになった。1944年7月20日、一部のドイツ人将校によるヒトラー暗殺未遂事件が起こった。これに連座した将校たちは、古代妄想の反ユダヤ主義者ヒトラーを狙ったのではなく、ドイツを敗戦に導こうとしている男を葬ろうとしたんです。戦略面だけでなく、側近に漏らす言葉もかなり支離滅裂になっていた。破壊と残忍さだけが現実的な形で発揮され、勝利や新しいものを作り出すことは空想の世界での楽しみになってきていました。このフィルムもヒトラーが空想したドイツの大勝利と同じくらい現実とはかけ離れている。ナチスが何のためにユダヤ人収容所の穏やかな生活ぶりを紹介するフィルムを作ったかは定かでない。ダビデの星をつけさせられた人々はヒトラーの下で片時さえもこんな安らぎを味わうことはなかったのである。ヒトラーは終始ユダヤ人嫌いを露骨に示し、ドイツからユダヤ人を追放すると宣言していた。戦局が悪化するにつれてユダヤ人狩りは一層過酷になった。ナチス支配下の国々からユダヤ人たちは続々ポーランドの荒れ地に強制移送された。ガス室と焼却炉での特別処理は能率的に行われた。ヒトラーはユダヤ人問題の最終的な解決策として組織的大量虐殺と野蛮極まりない医学実験を選んだのだった。そして彼は死ぬまでユダヤ人の撲滅こそドイツの正義だと信じていた。マインカンプにはこう書かれていたのだ。いかなる国家も剣による以外にその首を絞めようと目論むユダヤ人の手を取り外すことはできない。最後の数ヶ月、ヒトラーは新型のジェット戦闘機や原子爆弾などまだ実用化のめどが立たない秘密兵器を使っての劇的な大逆転を待ち望み、勝利の後すぐに着手する大規模な都市計画を検討していた。1944年10月、ソ連軍は東側の国境を越えドイツになだれ込んだ。戦局は絶望的だったが、ヒトラーは連合軍側がドイツの全滅を望む以上いかなる和平交渉も禁止すると言い放った。その言葉にはまだ人を服従させる力があり、ゲッベルスはこうしたためている。総統の語りかけは今日戦争での勝利と同じほどに素晴らしい。ヒトラーはもはや言葉だけで戦争をしていたのだ。東からはソ連軍が詰め寄り、西からはイギリス・アメリカ両軍がドイツの要塞を次々と破ってヒトラー帝国の心臓部に入ろうとしていた。ヒトラーは暗殺者に怯えながらベルリンの首相官邸の地下壕で恋人のエヴァ・ブラウンや側近たちと暮らしていた。ベルリンを防衛するために老人や少年たちまでが駆り出された。ヒトラーは長年飲み続けた薬のせいで顔がむくみ、疲労の色は濃く一気に老け込んではいたが、人を圧倒する悪魔的なエネルギーはまだ健在で、台頭してきた頃を彷彿とさせ
側近たちは献身的に彼に仕えていた。しかし連合軍がベルリンに迫った時、ヒトラーの力で成し得ることはドイツ全てを自分と共に滅亡させることだけだった。昼も夜も連合軍はドイツのあらゆる都市に空襲を仕掛けた。この絶望的な状態でもヒトラーは新兵器登場までの辛抱だといい、1945年4月12日のルーズベルトアメリカ大統領の死がドイツの転機をもたらすはずだと空想したりした。4月20日ヒトラーの誕生日を連合軍は1センチの爆撃機によるベルリン大空襲で祝った。ヒトラーはベルリンで勝つか死ぬかだと断言し、敗戦を予期してはいたが、ソ連軍とアングロアメリカ、つまりアメリカイギリス連合がいつ何時獲物のドイツをめぐって戦争を起こさないとも限らない。ドイツはその時まで共産主義者を封じることのできる唯一の力として持ちこたえるべきだとも述べた。4月22日ソ連軍がベルリンに突入したが、ヒトラーはまだ奇跡を待ち望んでいた。ゲッベルスはプロイセンの英雄フレデリック大王の劇的な逆転勝利のエピソードでヒトラーを励まし、他の側近も先制術でヒトラーの運命が好転するとされる3年後まで頑張ろうと誓い合った。4月30日ソ連兵はヒトラーの地下壕のすぐ次の通りにまで迫っていた。ヒトラーは最後に言った。全ては終わった。国家社会主義は死に、再び起こることはないだろう。ドイツは失われた。この国は現実に私の託した使命を果たす準備ができておらず、それだけ強くもなかった。ヒトラーは地下壕でエヴァ・ブラウンとの結婚式を行い、側近たちに別れを告げてピストルで自らの命を閉じた。エヴァはその傍らで毒を煽った。最も忠実な腹心だった宣伝相ゲッベルスとその一家も共に死を選んだ。亡骸は側近の手で火葬にされた。ヒトラーには世界の覇者となるか滅亡するか、二つに一つしかありませんでした。そして世界の覇者となるための戦いは参謀本部や国会の決定ではなく、ヒトラーの方針、ヒトラーの作戦、ヒトラーの意思によって進められなければならなかったのです。彼はドイツ民族の繁栄のために戦いましたが、ドイツ民族とはつまり彼と同じ血を引く人々のことです。ヒトラーは世界を自分と同じ血の色で染め上げようとしたのでした。世界を自分の色に塗りつぶすこと、それこそヒトラーの見果てぬ夢の本質であったのだ。終戦をもたらしたのは圧倒的なソ連の兵力でした。そして終戦後、東ヨーロッパの国々は共産化されました。ヒトラーは力は正義だと言いましたが、皮肉にもそれが証明されたのです。ソ連と並んで戦場に莫大な兵器を送り込んだアメリカも、この戦いの果てに世界の大指導者の地位を得ました。ヒトラーは確かに世界地図を塗り替えたんです。だが塗り上がった地図には彼の第三帝国は存在していませんでした。ヒトラーは荒廃という名の遺産を残して56年の生涯を閉じた。そして彼と共にナチス、国家社会主義も滅びた。野望の廃墟から当てどない未来へ出発する人々にとって、ヒトラーとは果たして何だったのだろうか。
乱れぬ統制の取れた動きで人々は緊張して彼を迎えた。拍手が他の人より一つ少なくても災いが及ぶかもしれなかった。だが彼の素顔を知る者は数えるほどしかいない。鉄のカーテンにすっぽりと包み込まれた恐怖の独裁者、ヨシフ・スターリン。ソビエト社会主義共和国連邦にそそり立ったこの男は、彼とその祖国の歴史を全て自分に都合のいいように書き換えたのだ。南アルプスの内懐、花崗岩層をくぐり抜けた岩清水が谷川になり、霧が流れて、日本にもまだこんなにひっそりと時間が流れるところがあるのです。ひっそりした谷合いの、ひっそりした蔵の中で、野鳥たちの子守歌を聴きながら、ウイスキーの子供たちはこうやってゆっくりゆっくり大人になっていくのです。こんな大きな自然の中で100万たるものもおるとは。今サントリーは大自然の中で育っています。ありませんが、写真だけは失敗しないんです。僕、うちのおばあちゃんと同じ。そうだったんですか。ピントも巻き上げも全自動。これが都のオートボーイ、キャノンです。イザーミキパチザンナワスモトリッチスミルカトナシウムスパソーブン。権力者にはその存在を人々に印象づける強烈な個性が感じられるものである。だが映像を通して見る限り、この男スターリンには生々しい迫力は感じられない。彼をミステリーで包まれた謎の人物と呼んだチャーチルには、かつての世界の覇者だった大英帝国の心意気と伝統の輝きがあって人々を引きつけた。ではこの男の権力の秘密はどこにあるのか。ニューヨークタイムズ特派員だったハリスン・ソールズベリー氏は次のように語る。権力とは人間や状況を変えたり抑圧したり、生を死に変えるほどの力だと思います。スターリンは執念深く強引で、権力を得るためには策略、陰謀、抽象とあらゆる手を使い、自分は思うがままに権力を振るう大指導者だと人々に思い知らせました。絶対権力者スターリンのイメージはその時々で大きく変わった。優れた指導者、恐るべき権力者、愛すべき同志、不気味な男。スターリンは映像の力を知っており、それを最大限に活用してその場の目的にかなった作られた素顔を公開したのだ。実際のスターリンは身長170センチに満たない小さな男で、背の低さを隠すために周りには小柄な人物ばかりを置いた。大男が彼の身辺で生きながらえるのは不可能だった。天然痘のアバタや子供の頃に怪我をして少しねじれていた左腕が生々しく映されることもなかった。刺すように鋭い目を持ち、その凝視を下手に避けようものなら身の破滅になりかねなかったのだが、映像にはその氷のような冷たさは捉えられていない。スターリンはヨーロッパ屈指の大帝国ロシアで生まれ育った。ロシアは広大な領土と莫大な天然資源を持ちながら、工業生産では他のヨーロッパ諸国に大きく遅れており、皇帝は独裁的で、その権力を誇示するためのケバケバしい儀式が盛んに行われた。一方、スラブ国家の時代から千年間連綿と続く由緒あるロシア正教会も絶大な力を持っており、僧侶たちは貴族と絢爛さを競うかのようであった。コーカサス山脈の南、グルジア地方でスターリンは農奴の子として生まれた。両親はごく早い時期に解放されて自由の身となったものの、農業の他には見るべき産業のない僻地の、しかもグルジア人という少数民族として
一家の生活は決して楽ではなかったはずである。少年スターリンには貧しく厳しい庶民の生活と、秘密警察と、教会の力と、権威の上に君臨するロマノフ王朝とが知ることのできる世界の全てだった。スターリンの母は息子を進学校に入れ教会で出世させようとしたが、息子が唯物主義の独裁者になってしまったので随分憤慨していたと伝えられている。1917年ロシア暦2月、第一次大戦下闇をとろえていたロシアのペテルブルグで暴動が起こった。食料や灯油を求めて氷点下30数度という寒さの中を何日もおとなしく行列を作って待った庶民の怒りが爆発したのである。19歳の時から社会主義運動に身を投じ、シベリア送りになっていた37歳のスターリンはこの2月革命の後釈放された。1905年の血の日曜日事件に代表されるロシア皇帝の激しい弾圧の時代は終わり、穏健な革命を唱えるメンシェビキが中心となった臨時政府が生まれたが、その力は弱かった。亡命先のスイスから筋金入りの革命家を率いてロシアに舞い戻ったレーニンは、ブルジョワに妥協することなく労働者と兵士と貧しい農民との代表からなるソビエト独裁政権を作ろうと大衆に呼びかけた。お坊ちゃん育ちの秀才レーニンや同じくヨーロッパ情勢に詳しいインテリの革命家たちと、粗野な田舎者のスターリンにはおよそ共通項などなかったはずだ。だがスターリンはレーニンこそボルシェビキの中心だと悟り、すぐにその権力機構に食い込んでいった。彼がどのように力を伸ばしていったのかは、スターリン時代にスターリンがでっち上げた神話によって知るしかない。それによるとスターリンは常にレーニンの片腕、最高の同志、かけがえのない親友だったことになっている。スターリンは黒幕としての才能を持った非常に官僚主義的な人物でした。党の熱心な活動家たちが市街戦に出ている隙に自分の出世の道を固めていったのです。党の事務局の記録をひっくり返して出世の役に立ちそうな人物を探り出しては密かに顔をつないでいくという、今の大企業や官僚社会によくいる抜け目のないタイプでした。亡命先のニューヨークからかなりの革命資金を持ってレーニンのもとに馳せ参じたトロツキーは直ちに赤軍を組織した。世界的な規模の壮大な革命論を持ち、国際的にも広く名を知られたトロツキーは情熱的にボルシェビキ革命の準備を整えていった。彼はスターリンと同じ37歳であった。臨時政府はボルシェビキ弾圧のためにイギリスとフランスの軍事介入を許したが、これがかえって内乱勃発を促す結果となった。ボルシェビキは苦しい戦いを強いられたが、スターリンは前線には姿を現さず、結局トロツキーの作戦で決行された10月革命がボルシェビキの勝利をもたらした。だが権力の座に就いた時、スターリンは当時のドキュメンタリーを自分に都合の良いように修正してしまう。赤軍の行き過ぎた残虐行為が強調され、果敢に戦ったトロツキーの姿は消されて、代わりに豪快で冷静沈着な指揮官スターリン率いる一軍が華々しく活躍するのである。2月革命、内乱、10月革命、そして反革命勢力の一掃と、1917年だけで数百万のロシア人が命を落とした。しかも帝政ロシア時代に始まった第一次大戦はまだ続いていた。レーニンの力強い指導があったからこそ、ソ連はこの困難な時代を生き延びたのであった。1924年1月、レーニンは4回目の心臓発作を起こして世を去った。党第一書記スターリンによる暗殺だという噂が流れたが、確かめる術はなかった。党の主流派スターリンと反主流派トロツキーの分裂を恐れたレーニンは、密かに党に宛てた遺書をしたためていたが、スターリンはその公開を強引に阻んだ。そこにはスターリンは権力を集中しすぎ、トロツキーは自信過剰だという指摘とともに、次のようなメッセージが添えられていたという。スターリンは粗暴すぎる。彼を現在の地位から取り除き、
もっと優れ、忍耐強く、礼儀正しく、同志に対して細心な、ムラキでない人材を指名せよ。これは決定的に重大であると信ずる。レーニンの遺体は遺族の反対にもかかわらず、スターリンの命令で防腐処理を施され、レーニン廟に祀られてソ連の偶像に仕立て上げられた。そして間もなく、このソ連の偶像が生前スターリンの才能と人柄を絶賛していたというフィクションが作り出され、あらゆる形で広められていった。Надя! Сталин приехал! Нади нет, она ушла на работу. А, на работу ушла. Ну, здравствуйте, родная. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Я устал здесь сидеть. Я вас большим удовольствием посижу. Вот, садитесь, сядьте. この映画では2人の指導者は共に穏やかな人柄で、党への忠誠心に燃える同志として描かれている。しかも病気のレーニンはスターリンに自らの椅子を勧め、プロレタリアの理想を貫くためにもっと非情になりたまえと忠告しているのだ。だがレーニンにはもはやスターリンの策謀を食い止めることはできなかった。レーニンの死後、もし後継者争いが表面化したら、この時点ではまだ人民は共産党から離反したでしょう。党員たちもそのことはよく心得ていました。トロツキーは自分がユダヤ人だということもあって一歩退いていましたが、スターリンもまた民衆の前に自分をレーニンの後継者として印象づけるのは手控えていました。まだまだ地盤固めが必要だと感じていたのでしょう。熾烈な権力抗争が始まった。優れた革命理論家トロツキーは精力的に各地を講演して回り、世界の労働者と共闘路線を組もうと訴えた。彼には赤軍がついていた。スターリンは派手な政策論争は苦手だった。彼は同志と個別に接触し、トロツキーをメンシェビキから鞍替えした腹の底のわからぬ男と中傷して、まんまと国外へ追放してしまう。第一次大戦からロシア革命、そして内戦と続いた戦いと混乱によって、1920年代のソ連は国家経済が壊滅状態で、国土も荒廃しきっていた。この惨憺たる国土をスターリンは絶対権力への足がかりにしようと考えた。彼の権力への歩みはあくまでも陰険で綿密であった。広大なソ連を豊かな労働者の天国に変えるための思い切った計画をスターリンは打ち出した。最新の機械をふんだんに使い、ソ連人民が力を合わせて広大なロシアを開発しよう。ダムを作り、大規模な灌漑で荒れ地を実り豊かな農場に変えよう。近代工業を起こし、遅れたソ連経済を一気に先進国の水準にまで高めよう。映像は奇跡的なソ連の成長ぶりを伝え、ソ連政府は国内生産の驚異的な伸びを誇らしげに発表した。この新経済政策の責任者として名を連ねたのは、いずれもスターリンと共に戦ってきた生え抜きのボルシェビキ指導者たちであった。だがスターリンは彼らを信頼してこの仕事を委ねたのではなかった。この近代化はわざと無理な目標を掲げて、それが達成できない責任者を次々と追放するというスターリンの政治的陰謀だったのである。だが土地を追われ、ノルマを課せられて働く人々の苦しみも、全土を覆う飢餓と物不足も、鉄のカーテンにすっぽりと包み込まれて外部に漏れることはなかった。スターリンがソ連の農業に与えたダメージは50年以上経った今でも完全には癒されていないという。だが彼は失敗は全て他人になすりつけ、農民の苦しみなど全く意に介さなかった。苦しみと恐怖はあらゆる人に及んだ。秘密警察が我が物顔に国中を駆け回って、何百万もの人々を国家の敵に仕立て上げ、強制収容所へと送り込むようになったのだ。奴隷のようにこき使われて死んだ人々は毎年200万にも上ったと言われる。現代ソビエト連邦は彼らの屍の上に築かれたのであった。
がスターリンは自らが生き残ることしか考えず、しかも猜疑心の塊で自分の権力はまだまだ頼りないと感じていた。1930年代に彼は対立し合うグループを同じ法廷に立たせて互いに中傷し合うように仕向けた、いわゆるトロツキスト裁判である。この煽りを受けて数百万の命がスターリンの血の粛清の犠牲となる。一連の裁判で赤軍の将校と生え抜きの党員ほとんどを滅ぼし、我らの時代のレーニンと名乗ったスターリンに激しい非難を浴びせたのは亡命中のトロツキーだった。 His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. The work of the commission of inquiry must terminate in a great counter-process.Counter-trial. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups who serves as Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. 1940年、メキシコでトロツキーは暗殺者の手にかかった。レーニンの死後、いつか自分を偲ぶかもしれない党員たちを着々と葬ってきたスターリンの独裁への道のりはトロツキーの死をもって完成したのである。レーニンの死から16年経った。広大なソ連には今やスターリンを脅かす者は一人もいなかった。そしてこれからはその権力をより大きく、より強く塗り固めていくことだけが彼の仕事となるはずであった。アディダスから新しいトレーニングウェア、胸元をフレッシュにデザインしたフロントパネルシリーズ、試合での一瞬一瞬の動きを支える激しいトレーニングこそがチームの勝利を呼ぶ。アディダストレーニングウェア、 Our team アディダス、スポーツウェアのデサントから。日本経済を支えるビジネスマンが全日空で飛ぶとビジューン、機内抽選でなんと10万名様にビジネスマンの必需品が当たる。ほーっと、それ何？シュワーズセープロン。それがどうして必需品なの？現実から目を背けるなよ。どう似合う？はっ、お聞きしてみたら似合いますか？男は度胸、女は愛嬌、そしてあなたはお勉強。はい。 The Business by Anna。ボンカレーゴールドだね。わ、王さん、ボンカレーは牛肉以外の肉は一切使っておりません。たくさん食べて頑張れよ。ボンカレーゴールド、カレーの王。権力の絶頂に立ったスターリンは恐怖のいすくめるような眼差しで国土の隅々まで見下ろしていた。国内問題に関しては彼は卓越した政治手腕を発揮しましたが、国境の外のこととなるとからきしダメで、国際感覚を全く持ち合わせていませんでした。そのいい例がヒトラーとの交渉でしょう。1939年第一次大戦の直前にヒトラーの積極的な働きかけに応えて、スターリンは独ソ不可侵条約の締結に踏み切った。世界最強の独裁者2人が手をつないだのである。バルカン半島とポーランドの半分を売ることになったスターリンは上機嫌だった。チャーチルやルーズベルトからヒトラーの真意はソ連侵略にあると再三忠告されても、スターリンは取り合わなかった。6月22日未明、クレムリンの鋼鉄の男はドイツ軍侵入の知らせに度肝を抜かれた。彼は日本に放ったスパイゾルゲが1週間前に発した警告さえ無視して、ひたすらヒトラーを刺激しないようにというへ理屈をこねてはドイツへの防衛を怠っていたのだ。
大粛清直後の赤軍は弱体で、しかもスターリンの命令なしには動こうとしない。初戦でソ連は大きな打撃を被ることになった。2週間の沈黙の後で7月3日にスターリンは初めてラジオを通してソ連の人民に呼びかけたが、恐怖の独裁者は意外にも兄弟姉妹の皆さんというロシアの伝統的な挨拶で語り始めた。彼は善良でたくましいロシアの民の心に祖国を共に守ろうと切々と訴えたのである。だがこの呼びかけに対してバルカン半島とウクライナ地方の人々の反応は冷たかった。彼らはドイツ軍を暴君スターリンからの解放者、神が使わした救い主として迎えた。赤軍はろくに抵抗せず、モスクワとレニングラードに退却した。独ソ不可侵条約に従って貴重な食料をドイツへ送る代わりに得たばかりの土地をスターリンはあっけなく失ったのだ。ソ連は侵略者のなすがままだった。イギリス軍首脳部はソ連軍が近々ひどい敗北を喫すると予測した。だがスターリンはここで思い切った路線変更を打ち出す。彼はブルジョワ的心情と見下されていた愛国心を人民に求めたのだ。愛国心高揚のためにこういうフィルムも作られた。人海戦術のほか思い切ったゲリラ作戦が考え出された。住民が避難した町には時限爆弾がドイツ軍を待ち受けていた。血の粛清を生き延びたかつての赤軍将校たちの復権が認められた。そして素朴な愛国心から、あるいは貧しく食べるものもない生活から抜け出すために志願兵は後を絶たなかった。一階の兵卒から司令官たちに至るまで、全ての戦う人民の上にスターリン統帥がいた。ソ連は戦うロシアに豹変した。最新の軍需産業を紹介する一方、帝政ロシアの名将たちを称えるといった恥も外聞もないやり方でスターリンはロシア魂に訴え続けた。祖国のために惜しく戦い、持ち場を守って眉一つ動かさずに死ぬことがロシア魂の誉れだったからである。ロシア魂の拠り所は1000年の伝統を誇るロシア正教会だった。革命以来迫害の歴史を耐えてきた教会は、このソビエト存亡の危機のさなか、突然その門を公に開くことを許された。かつて神学生だったスターリンは、信仰がロシア人の生活にどれほど深く根ざしたものか、どれほどロシア人に力と希望を与えるかをよく知っていた。にわか仕立てのレーニン崇拝を演出し、その後継者に収まっていたスターリンは、こうして何のためらいもなしにソ連を過去の聖なるロシアに引き戻したのである。戦局は持久戦にも連れ込んだ。電撃戦を信条とするドイツ軍と比べて、鈍重なソ連軍は何倍もの犠牲者を出していたが、それをはるかに上回る戦闘要員が続々と前線に送り込まれた。ソ連の底力を買ったアメリカとイギリスはスターリンに共同戦線を呼びかけた。そして両国からの補給物資をてこに、ソ連は徐々に戦況を好転させていった。スターリンは三巨頭会談を含む一連の外交で世界のビッグスリーとしての実感を深めていく。総帥としてのスターリンはなかなか度量の大きなところを見せました。個々の前線での戦い方は現場の司令官に任せて、ヒトラーのように口出しすることをしなかったのです。軍人たちの処遇は後で考えればいい。彼らは好んで負け戦をするわけがないですからね。スターリンという男は本質的に政治家だったわけです。スターリングラードでの劇的な反撃が成功してからは、戦いは一方的にソ連優勢のもとに進められるようになった。捕虜になったドイツ兵をスターリンは意図的に民衆の前に晒し者にした。だが勝利に酔う国民の中にスターリンは秘密警察を潜ませていた。目覚ましく活躍した若手将校の中には、将来彼を脅かすかもしれない優秀な人材がいるはずだ。危険は目のうちに摘み取らなければならない。
そして摘み取られた芽の中にはアレクサンドル・ソルジェニーツィンもいた。ソ連にはシベリアという名のこの世の地獄があった。捕虜たち、そして政治犯と烙印された人々のうち、過酷な強制収容所に送られて生き残れるのはほんの一握りに過ぎなかった。スターリンは勝利の儀式をできるだけ華やかに執り行った。ナチスのおびただしい数の軍機はレーニン廟に続々と積み上げられた。だが軍機や武器以外の高価な戦利品はカメラマンの目の届かない場所で党の最高指導者たちが密かに分け合っていたという。質素を旨としたレーニンの時代から20数年、指導者たちは押しも押されぬ特権階級に育っていたのだ。ロシアの誇りを守った喜びがロシア全土にみなぎった。そのエネルギーと喜びを全て吸い上げて、スターリンは一段と大きく膨らんでいく。彼はまさしくイギリスの作家ジョージ・オーウェルが描いた正体不明の独裁者、ビッグブラザーそのものであった。終戦後の世界を語り合うためにアメリカ、イギリス、ソ連の三巨頭会談が開かれたのはドイツのポツダムであった。救世したルーズベルトに代わってトルーマンが登場し、チャーチルはこの後の総選挙で敗れ、連合軍の実力者の中でスターリンだけが生き残る。トルーマンは後にひたすら要求を押し通そうとするスターリンに手を焼いたと解雇している。この席でまだ降伏していない日本への原爆投下をトルーマンはさりげなく切り出したが、スターリンは関心を示さなかった。だが広島への原爆投下後、彼は日本に宣戦布告して帝政ロシア時代の領土などをわずか1週間の戦いで手に入れる。しかもヒトラー打倒のために進駐した中央ヨーロッパにスターリンは腰を据えたまま、この一帯の国々を鉄のカーテンの内側に包み込んでしまう。こううるさく手強い政治家チャーチルも一線を退いた。全てはスターリンの思うがままに運んでいった。この頃彼は自分の力がどれほど大きいか実感していたはずである。にもかかわらず彼の猜疑心は非一日と高じて、ビッグブラザーは止めどない不信感と孤独地獄に苦しんでいた。彼はごく限られた側近だけを身近にはべらせて侮辱したり笑い者にするなど完全な独裁者で、他の人への配慮など微塵もなかったと言われています。親類もほとんどが粛清されて、最愛の娘スベトラーナとさえめったに会いませんでした。暗殺者に怯えながらスターリンはまだより大きな権力を求めていた。ヨーロッパ大陸すべてを自分の傘下に置くことも夢ではないと見た彼は大きな賭けに出た。1948年スターリンは東ドイツの要であり連合軍4カ国が共同で統治していたベルリンを力ずくで制圧しようとベルリンへの道を封鎖した。だが自由主義世界はこの挑発を正面から受けて立ち、陸の孤島が必要としている物資を空から続々と送り込んだのであった。ベルリン封鎖をやってのけた時、スターリンは空という新しい時代の輸送ルートについて正しく理解していませんでした。空路だけではベルリンという大きな都市が必要としている物資を賄いきれないと考えたのです。スターリンはこの一件で海外情勢にいかに無知かをさらけ出してしまったわけで、おそらく彼はひどく狼狽したでしょう。東西の溝はどんどん深まって、世界は冷たい戦争にのめり込んでいった。1950年、冷戦は極東の地にまで及び、朝鮮動乱が勃発した。私はスターリンが北朝鮮をけしかけて朝鮮動乱を起こしたのだと思うのです。狙いは朝鮮半島ではなくお隣の中国でした。つまり毛沢東とアメリカが戦う火種をまこうとしたんです。証拠はありませんが、これが真相だと思います。この時スターリンは国連の安全保障理事会で拒否権を行使する代わりに会議をボイコットするという不可解な態度を取った。国連軍は朝鮮半島に進駐し、北朝鮮を挟んで中国とアメリカが睨み合う形になった。当時のスターリンには
自由主義勢力よりも毛沢東とユーゴスラビアの首都の方が脅威だったのでしょう。晩年のスターリンはその権力を揺るぎないものにすることばかり考え、できることならスターリン王朝を築きたいとさえ考え始めました。彼はその創始者ヨシフ1世です。でその場合問題は誰がヨシフ2世かでした。後継者に席を譲るなんて彼には考えられませんでした。晩年健康を害したスターリンは死の陰に怯え、自分にとって変わりそうな同志全てを大粛清して、不安を拭い去った上で全く新しい体制を築こうとしました。しかし突然彼の死が訪れました。1953年3月5日のこの死が史上空前の大粛清を食い止めたのです。ナチスを破り、ソ連をアメリカと並ぶ世界の大国にのし上がらせた鋼鉄の男、恐怖の独裁者は去った。ソ連とその衛星国は人を貶めすために見開かれたスターリンの刺すような瞳から解放された。その死からおよそ10年後に、かつてスターリンの側近だったフルシチョフの命令でスターリンの遺体はレーニン廟から運び去られた。だがスターリンの築いた権力機構だけはそのままロシアの風土に染み込んでしまったかのようにたくましく生き延びている。スターリン主義と呼ばれる怪物は彼をこき下ろす人々の瞳にさえ冷たく宿っていると言われる。彼の死後もその亡霊は生き残っているんです。私の友人でロシアの詩人ユーギニ・エフトーシェンコが書いたスターリンの後継者たちという詩をご紹介しましょう。二重三重に彼の墓を警備し、スターリンとその時代が蘇らぬように兵士たちを立ちはだかってくれ。あの時代には人々の良さは顧みられず、税金は不当で牢には無実の人があふれた。だがスターリンはしぶとい。彼は死をも欺く気でいる。レーニン廟から追放しても彼の後継者たちは生き延びているのだ。その中ののんき者は密かにこう言うのだ。あてがわれたお楽しみは続きはしないと。悪いのはスターリンと決めつける者もいる。だがよごと彼らは古き良き時代を慕う。気にするなという者もいる。だが黙ってはいられない。スターリンの後継者たちがうごめいている限り、スターリンはレーニン廟のそばに潜んでいるのだから。独裁者、祖国の栄光を願い、自分だけが生き残ることを願った。それぞれの民がその姿の前にぬかずく。生きていようが死んでいようが、その姿、イメージこそが権力なのだ。の一杯が美味しさの秘訣です。紅茶といえば、その手のひらにカップヌードル。洗剤と漂白剤が一緒になって新しい力が生まれました。新開発のランダフルです。洗剤と漂白剤が一緒になったの。そう、漂白する力と洗う力が一緒に働いて、しつこい汚れを分解漂白。お、カシャカシャ、すっきり落ちたじゃない。お洗濯が楽になったわ。洗剤と漂白剤が一緒になった。
ワンダフル新発売です。次週の木曜スペシャルは20世紀を揺るがした人々、権力の肖像パート2をお送りします。私はフランスだ。そう言い切り屈辱の戦いを這い上がった男、永遠のフランス、栄光の祖国を信じ続けるがゆえに権力を欲したドゴール。中国4000年の伝統を一掃し、混沌と農民パワーからこそ新しい中国が生まれると信じた毛沢東。彼らが追い求めた権力の素顔を探る木曜スペシャル、権力の肖像パート2、ご期待ください。この放送は世界の名酒サントリー、日清食品、全日空、大塚化学、片岡物産、デサント、キャノンの提供でお送りしました。